ていただきます。21代目おしゃべりヨーグルトことヨウさんです。21代目ボースことサッキーです。よろしくお願いします。はい、20年にわたる関前の演舞で欠かせない存在、それは衣装。皆さんもこの中でですね、一番のお気に入りのね衣装を見つけていってくださいね。はい、今からぜひモデルが出てくるんですけど、モデルさんが出てきたら拍手でお迎えください。それでは早速行ってみましょう。張り切ってどうぞ。トップバッターを飾るのは15代目勝ち時です。まずは一般衣装、勝ち時の衣装を渡しては、右胸に恋が描かれていて、恋は激流に遡り、どんな障害でも克服する魚であることから、大きな目的を成し遂げる強さと勇気、忍耐力を備え持つシンボルとしてここに刻まれています。パートが変わり、衣装が私から暴れ川へと変化すると、途切れることなく流れる川が現れます。つながりの大切さを、作品への思い、そして20周年を迎えた関前という存在を表現しているように感じられます。続いて特殊衣装のエスパーダ、荒波を表現した力強い振りをするエスパーダ、こちらは一から全て手作りされました。そして特殊衣装遊女、こちらは荒波を乗り越えてたどり着いた者たちを迎え入れる都のきらびやかな世界観に遊女の衣装がよく映えます。それでは衣装替えをしていただきましょう。せーの。続いて16代目作品踊れです。はい、まずは一般衣装ですね。一般衣装は一目見て祭りだと分かってもらえるようにハッピを用いました。ハッピの背面の袖にはだんじりの車輪と炎を用いて、だんじりのやり回しをイメージしたデザインを取り入れました。袖にはスイタの死の花であるサツキとだんじりをしまうフラを用いたオリジナルのデザインを取り入れました。続いてだんじりです。だんじり特殊の衣装は力強さを表現するために、上半身はシンプルに、下半身に重心を置いたデザインとしました。続いて盆踊です。盆踊り特殊の衣装はスイタ祭りのイメージカラーである水色をメインに用い、夕空をイメージし、水色と赤のグラデーションを取り入れました。さあ最後にラストセンター衣装です。はい、ラストセンター衣装は長ハッピと長鉢巻きを用いて存在感を与えています。障害をしていただきましょう。どうぞ。続いて17代目作品大一番です。はじめに一般衣装。一般衣装は移り変わる大一番のパートを再現できるように作成しました。長ハッピを腰に巻く、羽織る、裏返す、衣装替えに変わることで衣装の変化が楽しめます。長ハッピの赤、緑の衣装は対極にある2色を用いてぶつかり合う力士を再現しています。続いて力士です。力士はガタイの大きさを迫力を表現するため、できるだけ下半身に重心をつけるシルエットにしました。力士の草原な様子を表すため、衣装のあちこちに金を施しているのも特徴です。誰もが一度は着たくなる渋かっこいい衣装に目指して仕上げました。そして最後に出てきたのは行司です。土俵に立つ神聖な職業である行司、高級で品のある色、赤緑の発表の中でも目立つ色ということで、紫の生地をベースに白や金の柄を用いています。それでは衣装替えしていただきましょう。せーの。
続いて18代目作品いざです。まず最初に一般衣装です。一般衣装は戦に挑む時と普段の時との差をつけるためにハッピーにしました。裏ハッピーには豊臣のイメージの色である黄色、泥の中から大きな花を咲かせる蓮の花を入れています。その他のパーツも舞台映えかつストーリーに合った意味を持つデザインを入れることにこだわりました。続いて秀頼、秀夫特集です。この作品の主人公ともなる秀頼は圧倒的な存在感を与え、秀頼に仕える秀夫は一般と同様の緑色を使用し、他の場面でも埋もれることのないように工夫しました。続いて徳川特集です。一方で徳川軍は黒ハッピーを用いた家康をはじめ、青色に差し色の赤で敵感を出すなど、シルエットと色で豊臣軍と対照的なデザインにしています。それでは紹介していただきましょう。どうぞ。続いては19代の作品八起きです。まずは一般衣装、館前初の2色衣装に挑戦しました。一般の衣装の黄緑が希望、オレンジが努力を表しています。紫のハッピーは夢を叶えるためにもがく様子を表しています。金色の衣装替えは夢が叶って輝く様子を表しており、光沢のある素材を使うことでライトアップの際はキラキラと輝き、演舞を華やかにします。続いては特殊衣装だるま。だるまは勝ち王子のだるまを表しており、前面に勝つという文字を大きく描きました。そして青色の特殊衣装は勝ちだるまに願いを込め夢を追いかける、この演舞における物語の主人公です。女特使、女特使は参拝客を明るく元気に迎え入れる福娘です。これらの特使衣装は全て一から手作りしました。それでは衣装替えしていただきましょう。せーの。続いて我らが20代目作品かけるです。まずは一般衣装です。火のハッピーは一般が火になりきれるようにできるだけ布の面積を大きく作りました。町人衣装は町人らしい渋さを意識し、この衣装はとても館前らしいなと感じております。障害はすごくこだわりのある色にし、思い通りの色になって満足です。一押しこだわりポイントは何といっても衣装替えのしやすさです。続いて町火消しです。火消しは本当に悩み、何度も悩み改良を繰り返し、祭りの前に、徹夜などしたりもしてですね、完成させました。続いて町娘です。町娘は途中から作ることが決定してどうしようかと心が折れそうになったことも何度もありましたが、なんとか可愛い衣装が作れて満足です。町娘が入ったことで演舞がよりカラフルになりました。それでは衣装替えしていただきましょう。どうぞ。飾るのは我々看板人の原点でもある初代作品の披露です。初代全国舞歌全て手作りされている初代衣装、
かっこいい衣装が欲しかったけどデザイン経験者はおらず、完売以外に学生チームもいなかったため頼るところがありませんでした。そこに A 大でデザインをされていた方が完売に入ってくださり、デザインをしてもらい制作を始めることができたそうです。楽曲から大阪城をバックにキラキラしたステージで踊ることをイメージし、そこに合うのが大阪城の竜と虎でした。衣装替え前は黒ベースの衣装に虎柄で虎を表し、衣装替えでスポットライトが当たった時に竜の鱗のようにキラキラした衣装替えになるよう工夫されたそうです。さあ、こちらが初代勝どきから駆けるに至るまでの歴代衣装です。全ての演舞には全てのそれぞれの衣装が作られています。一つ一つそれぞれ思いが込められて作られています。そしてこれからも演舞には必ず衣装がつきものです。では最後に皆さんで乾杯ポーズをしていただきましょう。皆さんも一緒にお願いします。お願いします。せーの、乾杯。ありがとうございます。歴代の衣装いかがだったでしょうか。この先も乾杯は続いていきます。次の作品になる22代目作品ではどんな衣装ができるのでしょうか。これからも乾杯から目が離せません。それではこれにてファッションショーを終わらせていただきます。次は25周年記念でお会いしましょう。それではまた会う日まで、さようなら。